昭和36年、この村で事件が起きた。ブドウ酒を飲んだ女性5人が死亡した。ナバリ毒ブドウ酒事件。こんな大きな声が自分はなると思っていなかった。奥にしよう、あれしかないで。あいつは鍵握ってることができてる。物証がほとんどない事件。みんな知ってんじゃん、生産する必要性がないやつ。自白を強要された。誰か一人はここから物を突き出さなきゃいけなかったんですよ。しかし二審の名古屋高裁は死刑判決。兄は絶対やっておりません。どうぞ皆様のお力貸してください。奥西さんがやっぱりやったと思います？あんたらの想像に任せとく。言ったことをコロッと変えちゃうんですよ。私が、真犯人はその風刊誌を別のノリで貼り直した。事件から54年、奥西は獄中で長い眠りについた。あと残ってる5、6人が亡くなったらこの事件は消えてしまいます。私死ぬの待って裁判長も。眠る村。